表してもらえますか。はい、はい、ね、今回の賞金は300万円です。うわうわ、でかすぎ。マジで。いや、これマジですごい。だってこれだって俺ら1週間休みを取りますって言ってますから。300万あったら何でもできますよ。それこそ最短3時間でしょ。じゃあいくら時給。100万円じゃないか。おお、時給100万の世界線に来たか。やばい、出ました。300回転でいいんじゃん。全部使う。1万安い。100回転じゃない。どこ行ってんの。100回転1万やばい。どこの何言ってんの。そんな回転できないやろ。お前しかも。すいません、計算ミスしました。死んだんだよ。もうメンスは豪太いないと受けないから。え、やっていくの今年も。いや、薄れていこうと思うよ。今回ちょっとちらつかせて終わりかな。なめてんだよ。なめんなよマジで。怒ってねえじゃん。ちらつかせてとか言うじゃん。もうビライたんですか今年は。あ、まあ軽くプールの方は開きましたけど。あ、本当に早いね。え、誰とビライたんですか。まあソロスクワットっていう。いやいや、混ざってんだろ。ソロで。ソロプレイヤーでしたけど。おー、元は今年開けてんの。開けました。え、広げました。ソロ。ソロ。ボンさんとリョーマさんです。マジで言ってんの。お前二度と行かないって言ってたよ。いつ。ダメだよあいつ。いや、もうボンは本当に口だけ。本当に本当にもうここまで来たらあいつはもう何言ってもいいみたいになってる。もう雑魚すぎる。マジで痩せれないしね、その感じ。うん、もうお前本当にヤバいじゃん。いや、痩せます。彼女もできないよ。ジムは契約してきましたよ。契約してない。いや、4回行きましたもうすでに。だって痩せてないよ。1月3日に契約して4回行ってます。全く変わってないよ。俺その間会ってなかったけど。ボン朝ケンタッキー食って昼マック食うからだ。そうだよ、ジム行ってない。何がしたいのそれ。何お前ノーダメージにしちゃうんですか。年末年始3キロ取ったけど2キロ戻しましたよ。わ、すげえ。知らないけど行ってる自分が好きなんやな。そうそうそう、メースもそう。同じ件。いや、行かないって言ってる自分が好きなだけです。それはダサいわ。ジムの方はいいけど。ジムはいいよね。ど、資金。そう、資金。俺は自腹。毎度のこと。自腹ね。龍馬も自腹。え、ゴート今年も部長にお世話になってます。え、お前は何、部品みたいな感じで渡してるの。なんかそう、経費みたいな感じなの。皆さん、年始です。お年玉ですよ。おお、めっちゃいいやつ。後払い。いや、あのご飯行った時にゆいまさんがお財布忘れて、その時のつけて一緒に面接代もっていう感じで。あ、あの時だ。あっちゃんとね、ゆうまと、まあ裏方何人か連れてちょっと焼肉食べ行ったのに。その時にじゃんけんしたの、あの焼肉屋さんの。それで、まあ俺、ゆうま、あっちゃんでやったんだけど、まあゆうま普通に負けたの。なのにこいつ、財布の中に1万円ぐらいしか入ってなくて、払えなくて、こうたくん、お金貸してください。豪太に。豪太に。じゃあ今のお年玉ですよ皆さん。やっぱり格好つけたかった。超きつい。ちょっと多めに返したい。うわぁ、真顔だこいつ。おかしいぞ。じゃあユーマこいつって言うと怖いから。だ言わないから。怖いから。でもなんかさ、ね、動画撮ってなかったからそういう言葉とかも使っちゃってましたよ。あー、プライベートでね。やっぱ大学の人にはマウントゴリゴリだ。あー、なるほど。いや、もう俺終わったやん今年。最初から。今日から頑張って人気投票とか頑張ろうと思ってたのに、もうクラス替えした時の気持ちよ。わかる。やっていじられキャラになっちゃったな。そうそうそう。あー、もう1日目からダメなやつこれ。ちょっと仲いいやつらだけど。そう、またなんか分からなくなっちゃった。気を落とされた。だってそれはそうだよ。だってお前去年1年気を落とされてるクラスだから。そのまま上がったら同じになるわ。そうだ。そう、当たり前だよお前。うわ、すっそう。そうだ。そんな、そんな間違いよ。すっそう。どっから来たんだ。すっそう。すっそう。あー、笑いなし。みんなどうなの。つっそうとか言う。ゆうとやまとあむぎりはこのつっそう以下ですからね。本当そうですよ。つっそうは面白いもんね、やっぱり。今年はね、つっそうに勝てるように頑張っていきたいですけど、うん。